松田学ですニュース解説ということで今回はです、ね、中国が輸出管理法というのを成立させたとこれはあの全国人民代表大会いわゆる全人代ですね日本で言えば国会に相当するんですがそこの常務委員会というところで外資を含む中国国内の全企業を適用対象として輸出管理法案を可決したということで施行が12月1日ということなんですね。でこの 法案って何かというと輸出管理措置を乱用して中国の国家安全と利益に危害を加える特定の国や地域に対等の措置を取ることができるとこう明記しているものなんですが。 まあ、あの要するにアメリカが今です、ね、例えばファーウェイだとか TikTok バイトダンスとか、ね、WeChat とかいろんなところで規制をかけているわけですねでこういったところに対して新しい法律を中国側も作ってです、ね、アメリカに対抗できる法的枠組みを作るということなんですね。 でこのあの輸出今回の輸出管理法はです、ねえー、民生とか軍用両方の品目なんですが、えー、軍用品とか原子力関係とかです、ね、国家安全保障に関係する製品やテクノロジーが対象になるとで品目のリストも公表するということなんですけれども、まあ、かなりあの情報によりますといろんなのが入ってまして。 漢方薬が輸出禁止技術に入ってたりしてですねこれちょっとびっくりしたんですが、化学合成とか、非鉄金属とかですね、集積回路、暗号、この辺は分からないでもないんですが、セキュリティ、ネットワークとか、いろんなものがあります。これはの情報をよく取った方がいいと思いますけれども、これをやって、 中国というのがで活動している外国企業も対象になるということで何らかの政治的要因で日本企業が中国で製品した産品の輸出が禁じられる可能性が出てくるわけですねで中国で生産することそのものが重大なリスクになってきたとで今、サプライチェーンって中国と日本,日本の産業界ががっつりと組み込まれているんですがチャイナリスクはいよいよ大きくなってきたなと。 いいう感じがいいたします、えーまあ、結局、えー、あれれなんですねこれやり違反するとですね、えー、最大で500万円というと約7900万円の罰金そして輸出免許取り消しということにもつながったりとかですねそれから国家安全保障と国益を危うくした場合には刑事罰の対象となってですね これは中国国外の組織や個人であってもこの法律により処罰し得るということなんですでさらにです、ね、この一部の中国側の動きとして、ねまあ、あ 5G だとか、まあ、ちょっと今話題になっている量子通信ですねこういった中国が競争上優位にある技術の輸出にも制限を設けるという話もこう出てきているということなんですねでこれはのチャイナリスクというのは結構深刻な問題なんです。 で日本企業は、まあ、とにかく企業としてやっていくためには中国というマーケットがありそしてそこえ中国にはいろんなあの、えー、製造拠点としての優位性があるわけですね。で日本も大手企業トヨタとかパナソニックは相当中国の方の技術開発一緒にやったりとかですね FCV は一緒にやってるとかいろんな話がありますね。ここういういとをやっ てていいるること自体のリスクも非常に高まっているわけですねでここであのちょっとあの、えー、気をつけなければいけないことということでまあ先般あのこのチャンネルでも平井浩二さんとあの対談をした時に平井さんがいろいろ忠告を出していました、えー、中国に進出している日本企業があるいは進出を考えている日本企業が気をつけなければいけないこと、えー、があるんですね。でまた日本 いくつかありますでそれだけじゃなくて我々普通の日本人も気をつけなければいけない日本国内にいる人はそれは何かと言いますと1つは、まあ、あの2つあるんですけどもこれ法律が後から出てくるということなんですね今までやってたことが急にリスクになってくるで1つはです、ね、この国防動員法というのがあるんですでこれはどういうことかというといざ有事の際にはです、ね、日本企業などの外国企業の資産を中国政府が接収できるということなんですね。 で知的財産も無効にできるとこれはすごいチャイナリスクなんですねで日本の企業中国で事業しているしようとしている日本企業の例えば有価証券報告書の事業上のリスクというのは有価証券報告上書,書くことになっているんですがそこにこういうことをちゃんと書いてあるのかとでこのこの国家動員法がいざ発動されたらですね資産がなくなるということを明記している会社がどれぐらいあるのかという問題があります。 でこういうことを社外役員や監査役はちゃんと見ているのかどうかですね、えーで、このリスクを乗り越えてでもです、ねえー、この中国とのビジネスをやる、えー、果たして価値があるのかどうか、これ、株主がちゃんと今後でで、ね、総会で物言う株主としてきちんと聞かなければいけないという話があるんですね、ででそれからもう一つ、平井さんが挙げていたのが、国家情報法。 これは中国政府の情報活動協力義務というふうに書いてますけれども何かと言いますとこれはですねもう有事とか平時とかに関係なく適用される日常的に適用される何かと言いますとすべての中国の個人、法人を問わずスパイ活動を行うことを中国の個人や法人に義務づけているということなんですね。 で日本にいれば大体この中国の関係者中国の方々は情報収集をしていると思わなければいけないということなんですで例えば日本の企業の研究所だとか日本のいろんな大学とか、えーまあ、そういうところから情報持ち出しをするっていうことが、えー、場合によってはこれ中国の、えー、国民にとっては義務だというぐらいのすごい法律が実はあるんですね国家情報も。 でこの,あの中国の国民には中国政府の情報活動への協力義務がありますので、まあ、あのこの軍事技術のために持ってこいという話になりますとこの中国政府に対して抵抗できないでこのことはこの日本人みんながやはり我々の日常の周りにおいて起こっていることなのでこれ気をつけなければいけないということになってきます。でこのようにですねあの 米中のデカップリングの中でますます対立が深まっていてですねでアメリカもエクラといわれるその極めて厳しい輸出制限とかですねそういうものを今あの実行に向けてかなり動き出していますアメリカ側のリスクもあるしそして中国アメリカ側から制裁されるリスクもあるしそして中国側から制裁されるリスクもあるということでこれは本当に情報収集を日頃から 相当やっていないとですね。えま、我々も事業もできなくなってしまうという環境になってきたということで。まあ、今回はですね。中国の措置についてお話をいたしましたまた改めてですね。今度アメリカはアメリカでやってますので、アメリカ側のこのハイテク技術に対する最近の動きについてはお話をしたいと思います。どうもありがとうございました。